はい、どうも、こんにちは。沖縄おばです。はい。えー、さてはてメモさんがね、非常に重要なあ記事を書いております。本当にね、あの、もう食料備蓄必須でございます。はい、えー、今ね、スリランカとオラーの生んだですね。なんか、ねあースリランカとオラーの生んだでね、はい、えー、農地、農地の、あの、没収とかね、 はい。あのー、特にオランダですね。なんか半分ぐらいの農地を、アウト政府がね、没収してね、えー、農の業ができなくなってしまうらしいです。半分。はい。とんでもないことです。そしてスリランカでは全てのね、えー、肥料ですね、化学肥料があ禁止されました。その結果どうなってしまったのか。 はい。えー、一応ね、有機肥料は使っていいよっていうことになってるみたいなんですけど、どうやらこの有機肥料が政府から配られるのに、えー、手に入らないそうです。はい。えー、で、肥料もなしに、えー、まあね、えー、化学肥料もなし、で、有機肥料もないということになると、どうなってしまうのかということが書いて、書かれておりました。あ結論から申しますとね、 えー、ものすごい収穫量減ります。はい。えー、これ簡単で、もともと有機栽培にやってるところはこんなに減らないんですよ。はい。もともとのところは。はい。えー、もともとのところはもう、そ、さほどね、土地が痩せてません。でも、化学肥料をずっと使ってきて、栽培していたところが、急にね、えー、有機肥料だけでやるとどうなるのか。 はい。元々の土地がね、えー、痩せてしまってるので、本当は2年ぐらいね、休ませないと元に戻らないんですよ。ここに、えー、記録があります。スリランカのね、ある農場の方の経験が書かれておりました。えー、実はですね、2エーカー、はい。2エーカー結構大きいですよ。1エーカ1200坪です。 はい、えー、2エーカーというと2400坪の農地ですね。えー、で、えー、お米を作っていたスリランカの農家さんなんですけど、はい、えー、まあ有機肥料がね、配られるっていうはずなのに、配られなかったと。で、いつもなら肥料をあげてて、お米を育てていたね。いつもだったら60袋。はい、この1袋がどのくらいかわかんないんですけど、60袋のね、 あのー、お米ができてたのが、10しかできなくなった。はい。2400坪で10袋のお米しか、あーできなくなった。この1袋の基準がわかんないんですけど、60から10ですから、激減してるっていうのがわかりますよね。はい。ええー、まあ、もともと勇気でね、育てているところは別です。 はい。えー、土地がね、痩せてませんから。ただし、えー、今までね、今まで化学肥料を使ってきた農家が使わなくなる。そうすると、6分の1にまで収穫量が落ちるということなんですよ。はい。これ何に白車がかかるのかわかりますよね。はい。えー、 そういうことでございます。もう言わなくてもわかると思います。はい。えー、そしてね、日本もね、こういうことをね、進めようとはしているようですけど、まあ、どうなるんだかっていうことですね。はい。えー、土地、痩せた土地ではね、えー、有機栽培難しいんですよ。はい。まあ、そういうことなんで、何年かね、えー、休ませて、えー、いろんなね、EM 菌あげたりとかしないとね、 有機の肥料とかあげたりとかしないと土地はなかなか元に戻らないということです。はい。えー、まあ、食べる人もね、あのー、どんどん少なくなりますんで、消費者も。わかりますよね。まあ、言わなくてもね、原因はね。はい。えー、まあ、どのくらい、こうね、えー、ここら辺が進んでいくかっていうのもちょっと問題ですけど、はい。 まあそういうことでございます。えー、今後ね、えー、食料の不足は多分加速します。はい。えー、まあ、あ、タイもね、今年はエルニーニョなんで、えー、お米をね、生産をちょっと少なくしますって言ってますから、はい。えー、かなり少なくなるっていう話ですね。はい、えー。エルニーニョになるとね、日本でもね、お米、えー、取れませんからね、冷感になるんで。 えー、まあ、そういうことなんでね、皆さん本当に準備してください。よろしくお願いいたします。こちらの記事もね、貼っておきますので、皆さん見に行ってください。はい、沖縄おばばでした。あー、見てた。ねかわいいでしょねー。